小塚隆彦は2000年代から2010年代にかけて活躍した日本のフィギュアスケート選手。愛知県名古屋市出身。最終学歴は中京大学大学院体育学研究科体育、学専攻博士前期家庭修了。現在はトヨタ自動車に所属する傍ら、プロフィギュアスケーターフィギュアスケートデモンストレーターとして、 フィギュアスケートをはじめとしたスポーツの普及活動を行う JOC オリンピックムーブメント環境アンバサダー研委員スペシャルオリンピックス日本ドリームサポーター一般社団法人日本フィギュアスケーターズ協会代表理事元選手の経験を活かしブレードやシューズなどスケート用具の開発にも取り組む主な実績に2010年バンクーバーオリンピック8位 2011年世界選手権2位、2008年 GP ファイナル2位、2010年全日本選手権優勝、2006年世界ジュニア選手権優勝など、中京大学附属中京高等学校卒業。2007年4月より、トヨタ自動車に所属しながら、中京大学体育学部に社会人学生として進学。2011年4月より、 中京大学大学院体育学研究科体育学専攻博士前期課程に進学2016年3月に終了した。祖父の小塚光彦は旧満州のフィギュアスケートチャンピオン。帰国後は愛知県スケート連盟オリオン FSC を創設し山田町子や門田優子らを育てた。父の小塚明彦は1968年。 グルノーブルオリンピック男子シングル日本代表、母の小塚幸子、おばの坂野博子もフィギュアスケート選手だった。そのため、日本フィギュア界のサラブレッドとも呼ばれる。現在、愛知県には、光彦の名を冠した小塚杯が開催されている。佐藤家と小塚家の関係は古く、忍の母は父、秋彦の最初のコーチであり、忍は秋彦が、 オリンピックに出場した当時のコーチでもある。また、母、幸子がスケートを始めたのは、近所に住んでいた久美子にリンクへ連れられて行ったことがきっかけである。無駄のない、滑らかなスケーティングとエッジを深く使ったステップ、正確な技術を持ち味とする。2008から2009のフリープログラム、ロミオとジュリエットの衣装がシンプルなのは、足元のエッジさばきが入るように、 上半身を目立たなくさせようという振り付けし佐藤由加の狙いによる。荒川静香は小塚について、スケート以外のスポーツでも少しかじれば、すぐにできるようになるほど、運動神経がいいと語っている。2016年4月1日より1年近くの間、トヨタ自動車の社員として、スポーツ関連の部署で車業に専念していたが、翌年2月1日、トヨタ自動車、 強化運動部の業務と並行して10ヶ月ぶりに再びスケート界へ携わることを表明。プライベートでは2016年2月20日にフジテレビアナウンサーの大島ゆかりと結婚。同年6月18日結婚披露宴を行った。翌2017年4月25日第一子となる女児が愛知県内の病院で誕生したが2019年12月に 離婚。共栄の入江良介とは、中京大学近くのゴルフ場で知り合って、親しくしており、立石良とも親友である。また、同じフィギュアスケート選手の浅田真央とは、名古屋市出身の幼馴染である。二千十七年四月十日に、浅田が公式ブログにおいて、現役引退を公表した翌十一日に、小塚は、富士テレビ系列、バイキングに出演し、プライベートで、 朝田から直接に引退を打ち明けられていたと語っている。5歳の時、佐藤由加の世界選手権優勝の演技を現地で観戦し、そのスケーティングに魅了されたことがきっかけで本格的にスケートを習い始める。当初、両親の指導の下で研鑽を重ねてきたが、小学生の頃から佐藤忍、久美子夫妻の指導を受けている。全日本のオビス選手権 B クラスに連覇。 同 A クラス2連覇。1999から2002は、全日本ジュニア選手権に初出場し、9位に入っている。ジュニア3年目の2004から2005シーズン、全日本選手権のショートプログラムで、シニアの選手を抑えて1位に立ち、注目を浴びる。2005から2006シーズン、ISU ジュニアグランプリ初戦の、JGP モントリオールで2位、2戦目の SBC 杯で優勝。 JGP ファイナルでは、日本人男子選手初制覇の快挙を成し遂げた。全日本ジュニア選手権も制し、世界ジュニア選手権では、日本人男子として、高橋大輔小田信成来3人目の優勝を果たした。バンクーバー五輪出場、8位、入賞 2008GP ファイナル20094、大陸選手権2006から2007シーズンから、シニアに参戦し、 ISU グランプリシリーズ2戦目の NHK 杯で総合3位となり、早くも初の表彰台に上がった。2007から2008シーズン4度目の出場となった全日本選手権で2位となり、4大陸選手権と世界選手権行きの切符を手にした。4大陸選手権は8位に止まったが、自身初出場の世界選手権では総合8位と検討し、 翌2009年大会の日本男子シングル出場の3枠確保に貢献した。2008から2009シーズン、初戦のスケートアメリカで GP シリーズ初優勝を果たし、日本人男子4人目の GP シリーズ優勝者となった。続くエリックハイで総合2位になり、初めて GP ファイナルに進む。GP ファイナルでは SP で首位に立ったが、FS で2度の転倒があり、 総合2位となった。4大陸選手権では、フリーの4回転トーループで点灯するも認定され、総合3位に入り銅メダルを獲得。このシーズンは FS で4回転トーループに挑み続けていたが、世界選手権では4回転抜きの確実な構成で、望み、同大会で日本男子最高の総合6位。総合7位だった小田信成との順位合計は13となり、 目標に掲げていた翌2010年、バンクーバーオリンピックの出場枠、3をギリギリで確保した。2009から2010シーズン、全日本選手権で3位に入り、自身初のオリンピック代表に選出される。バンクーバーオリンピックにおいては、SP は3回転アクセルの着氷が乱れたものの、無難にまとめて8位スタート。FS は4回転トーループが若干両足になるも、 試合では初めて着氷に成功し、五輪の大舞台で総合8位入賞を果たした。なお、バンクーバー五輪に出場した日本男子選手で、3人の、うちでは最下位だったものの、小塚ただ一人が4回転ジャンプが認定されて、過去五輪代表の日本男子選手では、史上2人目の快挙達成となる。続く、世界選手権では SP で4位につけたが、 FS の高難度ジャンプの失敗が響き総合10位に終わった。シーズン終了後、上半身の強化と表現力の向上に力を注いだ。世界選手権銀メダル獲得2010から2011シーズン GP シリーズは中国杯、エリック杯と連続優勝。ポイントランキング1位の成績で進出した GP ファイナルでは総合3位となった。 7度目の出場となった全日本選手権で初優勝。かつて全日本3連覇を果たした父に続き、男子では史上初の全日本親子制派となった。東日本大震災の影響で1ヶ月延期、日本、東京からロシアモスクワに大体開催となった世界選手権では予選をトップで通過。SP では3回転アクセルの失敗で6位と出遅れたが、 FS では4回転トーループを国際試合で初めてクリーンに決めるなど、ダジャンプもミスなく完璧な演技を披露。全員のジャッジが全ての演技要素に1点以上の声加点をつける高得点で FS2 となり、総合2位に入り世界選手権で自身初の銀メダルを獲得し、日本男子選手としては史上4人目の同大会メダリストに輝いた。 2011から2012シーズン GP シリーズはスケートアメリカで3位 NHK 杯2位となるも GP ファイナル進出はならなかった。連覇のかかった全日本選手権では SP で回避した4回転トーループを FS でクリーンに決めたが後半の3回転アクセルの転倒が響き3.63点差で逆転優勝ならず2位に止まったが5回目の 世界選手権への出場を決めた。しかし期待された世界選手権では SPFS どもに4回転トーループの着氷に失敗し他のジャンプにもミスが目立ち総合11位に敗れに大会連続のメダル獲得はならなかった。世界国別対抗戦も自身の成績は総合6位に止まったが日本代表としては同体開発の総合優勝を果たしている。 2012から2013シーズン GP シリーズは初戦のスケートアメリカで自己ベスト更新の SP2 位から逆転優勝2戦目のロステレコムハイで2位通算3度目の GP ファイナルの進出を決めたが総合5位に止まった全日本選手権では本番前に足の怪我を抱えながら強行出場をするも総合5位に終わり6年ぶりに表彰台を逃した 大会後の検査で右足の検証炎により全治1ヶ月と診断された。怪我の影響によりエントリーしていたチャレンジカップを欠場。ガルデナスプリングズキで大会復帰し優勝した。そリンラ輪ク戦2013から2014シーズン、スケートアメリカで6位と不調。中国杯では3位に止まり GP ファイナル進出を逃す。全日本選手権では3位となるも。 グランプリシリーズの成績不振が響いて、ソチオリンピックの代表には惜しくも選出されなかった。四大陸選手権では優勝した村隆人に次ぐ総合2位で銀メダルを獲得。世界選手権代表は当初補欠選出だったものの高橋が喧がによる出場自体で小塚が急遽繰り上がり同大会2年ぶりに出場。準備期間がわずか3週間の調整ながらも SP。 FS どもに6位の総合6位に入った。2014から2015シーズン、スケートカナダでは8位、ロステレコムハイは6位で2007から2008、シーズン以来初めて両方の大会でメダルを獲得できなかった。全日本選手権では SP6 位だったものの FS2 位と逆転し、同大会で2年連続3位の表彰台に上り、2年連続通算7回目の 世界選手権代表入りを決める。しかし、世界選手権の SP では3つのジャンプすべて失敗し19位と大きく出遅れてしまい、FS は一番滑走で順位を上げるも、過去ワースト成績の総合を12位に終わった。4月11日、東京都内で開催のトークショーに出演。その際に小塚自ら4月から大学院に復学しました。修士論文があるため、 スケートを3ヶ月間は休みます。その間に今後どうするかを考えたいと同年夏頃にスケート選手としての身体について決断することを明らかにした。2015から2016シーズン現役続行を決めたものの左足首検証炎により中国杯を欠場。ロステレコム杯では GP シリーズで過去最低の9位に沈む。 全日本選手権でも5位に止まり、4大陸選手権及び世界選手権ともに代表落ちとなった。2016年3月15日、自身の公式ブログサイトにて、昨年12月の全日本選手権を最後に、今シーズン限りでの現役引退を発表した。同年4月17日、スターズ・オン・アイスの東京公演にて、演目は坂本隆一のエピローグで、 現役最後を飾った。引退後は一旦、フィギュアスケート界から去り、所属先である、トヨタ自動車の一従業員として、強化運動部での車業に専念していた。2017年2月1日、スポーツグラフィックナンバーでのインタビューで、小塚は、これからは自分の技術を伝えることで、フィギュアスケート界に恩返しをしたいと考えていますと、コメント、所属中のトヨタ自動車。 強化運動部の業務と並行して10ヶ月ぶりに再びスケート界へ携わることを表明。同年7月14日からプリンスアイスワールド東京公演へ出演し、現役引退以来1年3ヶ月ぶりにアイスショーへ復帰した。2018年1月にはレーシングチームの埼玉トヨペットグリーンブレイブが開催する育成プログラム入りすることが発表され、 国内最大規模を誇る自動車のワンメイクレースの 86BRZ レースへの参戦を目指してトレーニングを行った。同年7月、富士スピードウェイで同レースデビューを飾っている。またこの縁で8月にはラリージャパン復活に向けた WRC 招致応援団の一人にも選ばれている。2018年4月24日、地元、 名古屋市内の企業と共に開発され、小塚自ら99%同じ製品が出来上がりますと宣伝したフィギュアスケート用の新ブレード販売を発表。2018年12月、子供から一般までを対象とした短期フィギュアスケート教室、小塚アカデミーを指導。全国各地での出張教室も行い、フィギュアスケートの普及に努めている。 2019年7月1日より、ホームジャパンエンターテインメント所属。ありがとうございます。